という人、やることがむちゃくちゃですよ。とりあえずは助かったが、まだ安心はできないぞ。ええ、急いで子供たちを見つけて、R棟66の扉に向かわないと。そしてこの胸くそ悪い研究所から脱出。おい、もっと速度を上げろ。お前ら、いつの間にチェーンに乗っとるんだ。さすがに重いぞ。本当はすまねえ。だが耐えてね。こうするしか手がねえんだ。何かよっぽどの理由があるのか。ああ、俺たちは疲れて走るのがめんどくせんだ。最悪の理由だ。オニバー、キレン、茶ひげ殿と申されたか。うん。拙者は心苦しいが、一刻も早く我が息子マムロスケを救出いたしたい所存。息子を。しかしもはや走り同士で走るのが面倒くさいのでござる。俺が貴様らアホなのか。研究所内はもうコートじゃ暑いくらいだ。ああ、ここにかけられるぞ。ありがてえ。私もコート脱いじゃおうっと。人の背中なくつなぐな。お前ら怪我してねえなら自分で走れ。お腹空きましたね。拙者は侍ゆえ腹などすかぬ。茶ひげさん、何か食べ物ないですか。黙れ。お前ら兵隊の図書に着いたら全員振り落としてやるからな。